古墳群の所在する、丘陵中古墳群中古墳群の一中古墳群、または、小田古墳群は、福井県入軍越前町中にある、弥生墳旧母群、古墳群。25基が越前町指定史跡に指定されている。福井県北部、小田盆地北部の八手城の低丘陵上に、映像された古墳群である。5つの尾根城に分かれて、前方後円墳一基 円墳12基、方墳18基、不明墳1基の計30基から構成される。古墳群のうち唯一の前方後園墳である三号墳は、墳丘長、約30メートルを測る。小規模な前方後園墳ではあるが、旧鶴ヶ国行では3番目、前方後園墳としては最大級の規模になる。後輩の丘陵側は、手抜き工事であり、盆地を意識した築造が認められる。 隣接する4号墳は直径8.8メートルの円墳であり、3号墳の倍長と推定される。これら2期は古墳時代前期中央の3世紀末マイナス4世紀、前洋頃の築像と推定される。この中古墳群は、弥生時代中期低、古墳時代中期頃の映像と推定される。小田地区では唯一の古墳群として貴重であるとともに、 前方公園墳の存在は、当時すでに、小田地区が開かれて、山東県とつながりを持っていたことを示し、また、越前国二宮の鶴木神社や鶴木神社神宮寺の木御子寺の創建に係る造営氏族を考察する上で、重要視される古墳群である。古墳群のうち20期は1976年に、5期は2002年に、小田町指定史跡に指定されている。 小田古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。